山本周五郎作、超過勤務。ダメ、ダメ、と若い女が言った。いやよ、そんなことするんなら、私帰るわ。バカだな、何でもないじゃないか、と青年が言った。こうしたって、こうしたって平気なのに、どうしてそれだけいけないんだ。知らないふりしないで、と女が言った。私まだ嫁入り前なんですからね。古臭いよそんなこと。君の体は君のもんじゃないか、と青年が言った。握手をする手だって、キスをする唇だって君のもんだし、そこだって同じ君の体じゃないか。嫌だったら触らないで。バカだなぁ、と青年は言った。同じ体の一部なのに、そこだけどうして区別するのさ。ほっぺただって、足だってそこだってみんな同じ組織なんだぜ。あなたが口説き魔だってことは知ってるわ。あなたは決まってこう言うんだって。と女は作り声になって言った。ザラメンさえ入らなければ完全な手術だ。とあれ言ってさっぱりするのと、同じことだって。ふふ、知ってますよ。だって、その通りなんだよ。触らないで。女は身をそらした。胸触られると私、死ぬほどくすぐったいのよ。くすぐったいだけかい？青年は女の肩をつかまえた。そうじゃないんだ。くすぐったいだけじゃなく、もっと他の。し、誰か来るわ。女は青年を押しのけた。ほら、聞いてごらんなさい。あの足音。チェッ、と青年が言った。君がじらしてるから悪いんだ。損しちゃったじゃないか。行きましょう。堪忍袋が残業してたのよ。女は青年を押しやった。見つかるとうるさいじゃないの。早く。彼らはドアを開けて去り、ドアをそっと閉めた。二人の去ったドアの反対側にあるドアが開き、なんだという声がした。誰が電灯を消したんだ？それとも停電かな？正気のないつぶやき声に続いてスイッチの音がし、電灯が明るくついた。おかしいなあ。彼は室内を眺め回しながら首をひねった。自分で消したのかな？そんな覚えはないんだが。彼は持っている帳簿を置き、大きなデスクに向かって腰を下ろし、神経質に椅子の具合を直してから、並んでいるベルボタンの一つを押し、ボイスパイプの蓋を開けた。球児くん、お茶。パイプの中へそう言うと蓋を閉めてペンを取り記帳にかかった。7メートルに5メートルほどの薄暗く湿っぽい部屋である。左と右に出入りのドア。彼が入ってきたのは右側のドアだから、今しがた2人の男女が出て行ったのは左側のドアであろう。他の2方はコンクリートの壁で、今デスクに向かっている彼の後ろの壁の上部に金網張りの通気口が2つあるほか、窓らしいものがないのはここが地下室であることを示していた。部屋の中で一番目につくのは彼のかけている大きなデスクであるが、それは彼のものではない。彼のデスクは通気口のある壁際にあり、電話が2つと書類入れや帳簿やインクスタンド、ペン皿などがきちんと整頓してあった。右側のドアの脇にもテーブルと椅子があり、多分同じ部員の専用であろう。しなびたカーネーションを刺した緑色のガラスの一輪挿しと小さな縦鏡と、鏡の下にちびたルージュが転がっていた。この他にはガラス戸のある大きな書棚が3つ、スチール製の防火キャビネットが2つ、2組のテーブルと椅子などの間に
麻紐で束ねた書類が積み重ねてあり、包装の破れたボール箱の山があり、またおびただしい数の外国雑誌やカタログ類が床一面に置かれてあった。今彼が向かっているデスクの上は、大小様々な帳簿とクリップされた伝票の束で隙間もない。サイドテーブルには、やはり帳簿を入れた帳簿立てと電話が5つ、それにエアキャリアの太い真鍮パイプと電線管でとが並んでい、彼の頭上には彼らがカゴ瓶と呼ぶオートマティックキャリア用の架線が二重に通じていた。ステルンホフ。彼はそうつぶやきながら帳簿をめくり、そこを開けて伝票の文字を丁寧に書き込む。縞柄が20ダズンと3。縞柄が20ダズンと3。無地物が18ダズン。18ダズンと5。18ダズンと。彼は年の頃60くらいに見える。小柄な痩せた男で、歩くときに少し右の足を引きずるが、いつもそうするわけではないし、もちろんチンバでもなかった。くたびれた背広をきちんと着、古ぼけたネクタイもきちんと結び、肘まで隠れる黒い袖のカバーをつけている。頭髪はすっかり白髪であるが、左右とも耳の上のところだけ黒く、ちょうど黒い髪の毛が白髪になり始めるとき、そうなるのと反対に、今しもそこから黒くなりかけているように見える。あまり日光に当たらないものに、特有の白茶けたしぼんだような顔は、シワだらけで、干からびたような細い唇には血の気は薄かった。彼は思い出したように、さっきと同じベルボタンを押し、ボイスパイプの蓋を開けた。どうしたんだ、球児君。お茶をくれたまえ、お茶を。彼はそう言って返事を待ったが、返事がないので、またベルボタンを押し、パイプの中へ怒鳴り声を吹き込んだ。おい、球児君、柴田君、おい、君。彼はボイスパイプの蓋を閉め、ポケットからハンカチを出して、額の汗を拭き、大きなため息をついた。土曜日だった。そうつぶやいて彼は腕時計を見る。もう4時か。土曜日の午後4時2分前、みんな帰っちまった。残っているのは宿直と夜景と掃除服くらいのもんだろう。低くモーターのうなりが聞こえて、頭上の架線が動き出し、彼の右側の方から金網のカゴが進んできた。それは壁の四角い穴から出てきたものだが、彼の頭上のところで停止すると、彼が手を伸ばすより早く、浚渫機が口を開けるように、カゴが二つに割れて、浚渫機が泥を吐き出すように、中に入っていた書類をデスクの上へ吐き出し、すぐに口を閉めて、元来た方向へ戻っていった。それはあたかも誰かが彼の独り言を聞いていて、まだみんな帰っちまったわけじゃないぞ、と彼に警告したかのように感じられた。やれやれ、発想の中島はまだいるんだな。彼は吐き出された書類を取り分けながら、げっそりしたようにつぶやいた。こんなものは月曜でいいじゃないか。あいつは成績を上げるのに夢中なんだ。そのために他人が迷惑しようとなんだろうと構わない。ただもう自分の点数を稼ぐことでいっぱいだ。ふん。その結果がどうなるか見ているがいい。部長クラスから役員まで、社長と一族でぎっしり固められているんだ。どんなに成績を上げたところで、今の椅子から蹴落とされずに済めば万歳だということを知ってびっくりするな。分類を終わった彼はまだハンカチを手に持っているのに気づき、
それを畳み直してズボンのポケットにしまった。また貴重にかかったが、間もなくデスクの上の電話の一つが鳴り出し、彼は左手で受話器を取った。ああ、と彼は喉で声を殺しながら電話機に向かって反射的に微笑した。こちらは日本屋百貨店の輸入品整理部でございます。私は整理部副部長代理の木内徳造でございますが、はあ、電話の相手は何かいい。彼は遮ろうとし、相手は構わず言い続け、彼はペンを持った右手を振り、それからおもむろに声を高めた。失礼ですが、こちらは日本屋百貨店の輸入品整理部でございます。バー、ボンポンクラブではございませんし、したがってマリッペという女給さんもおりません。彼は辛抱して相手に謝りを告げる。ああ、いいえ、嘘などは申しません。こちらは日本屋百貨店の輸入。電話は先方から切れた。彼は受話器を見つめて首を振りながらそれを戻し、伝票と帳簿に向き直った。ハンドバッグ6ダズン7。どうしてこうハンドバッグが売れるんだろうと彼はつぶやく。それもみんな高価なやつばかりだ。俺のサラリーより高いのがパッパッと売れるんだが、一体どんなやつが買うのか、そういう客の懐がどんな仕掛けになっているのか、見てやりたいもんだ。次は手袋か。手袋が13ダズンと2。エアキャリアのブザーが鳴った。彼は手を伸ばして、パイプの蓋を開け、中から丸い筒を取り出し、それを逆にして、筒に入っていた書類をデスクの上に振り出すと、円筒をパイプへ戻して蓋を閉め、変装のボタンを押しながら、鳴り出した別の電話の受話器を取った。はあ、と彼は喉で声を殺して言う。こちらは、はあ、整理部でございます。いいえ、副部長はおりません。私は副部長代理の木内徳。はあ、副部長は部長さんとご一緒で、ゴルフに行かれました。はあ。午後1時ごろお出かけで、私にも来いと申されたのですが、私には仕事が残っていますものですから、はあ。はあ。はい。今、ここへ届きました。はあ。はい。はい。かしこまりました。はい。どうも。彼は受話器を置いて、今、エアキャリアで届いた書類のゴムバンドを外し、それをデスクの上に広げた。彼はそれらをずっと眺めてから、ごく軽くうなり声を上げ、立ち上がって書棚のところへ行き、ガラス戸の外から中を覗いてみて、一つの書棚から三冊の大きい帳簿を抜き出して戻った。これも稼ぎさ。彼は帳簿をデスクの上に置いてつぶやく。おかげで超過勤務手当がもらえるんだからな。これあればこそどうにか暮らしてこられたんだから、文句はないさ。彼は今届いた書類と大きい帳簿との照合を始めた。陽気な感情を駆り立てようとして、彼は低く鼻歌を歌い、顔の筋肉をほぐした。そうすれば気分も自然と明るくなるし、愉快に仕事ができると信じているらしい。彼は自分をあやすように、わざと目を向いたり、舌さえ出したりしてみた。人間は気の持ちようだからなあ。おい、木内徳造。と彼は自分に呼びかける。世間には失業して、職のない者。定年退職で
お情けの夜景に雇われる者さえいるんだぞ。お前なんか幸運児と言ってもいいんだ。彼は称号を続ける。この店へ入れたからこそ、と彼は上の空でつぶやく。それはいつも自制心を呼び起こすため、習慣になっている内心のつぶやきのようであった。とにかく結婚もし、五人の子供も育てられた。店が潰れて職探しに飛び回るようなこともなかったし、首にされて途方に暮れたこともない。超過勤務のおかげで他の者より収入も多かった。実収入は今でも副部長より多いくらいだろう。何の不平があるか。来年になればせがれも大学を出る。そうすれば一息つけるというもんだ。ざまあ見ろというところさ。低いモーターのうなりが聞こえ、今度は別の架線が動き出し、彼の左側から金網のかごが進んできた。彼はあっけに取られてそれを見守り、かごは彼の頭上まで来ると停止し、彼は慌てて手を伸ばした。今度は危なく間に合い、そいつが春節期のように口を開けたとき、吐き出された書類を両手で受け取ることができた。カゴは口を閉めて、ゆっくり元の方へ戻って行き、彼はデスクの上を見回した後、隅のものを押しのけて、その書類を置いた。やれやれ、受注の半沢もまだいたのか、と彼は言った。これではキリがない。これ、まあ待て、落ち着くんだ。お前のことを陰では、いじらしい堪忍袋と言っているんだぞ。いじらしいだけは余計だが、堪忍袋というあだ名は悪くない。今時堪忍袋などと言われるには、10年や20年の辛抱で、できるもんじゃない。俺は30年、いや、39年も勤めていて、それでもよく辛抱し抜いたからこそなんだ。役員だってこのあだ名が耳に入れば定年の延長も考えてくれるだろう。おい木内、このいじらしい堪忍袋め、貴様もなかなか隅に置けないやつだぞ。彼はホクホクするように気分を引き立て、もみ手をして称号を続けた。右側のドアが開いて、一人の少女が入ってきた。大人っぽいスーツを着、髪も化粧も大人っぽく作っているが、よく注意してみると、18歳そこそこ。まず、17歳の半ばというところであろう。まだ細い体に膨らみ始めた胸と腰とが発達して、他の部分の育ちきらないのと奇妙に不均等な対象を示し、不均等であることから一種の色気を振りまくように見えた。あらよかった、と少女は大げさな身振りで彼の方へ駆け寄った。おじさん、いてくれたのね。もう帰っちゃったんじゃないかと思って心配して飛んできたのよ。こらこら静かにしないか。と彼は難しい顔つきで言った。忙しいんだから僕に顔回らないでくれ。これを見ろ、まるで。私も急ぐのよ。少女は彼の肩に手を回し、彼の頬へキスをした。ねえ、お願い、お小遣い貸して。こら、バカな真似をするな。彼はキスされた頬へ手をやりながら、少女をそっと押しのけた。人が見たらどうする、すぐ噂になってしまうぞ。平気よ、こんなキスくらい親子だってするんだもの。少女は鼻声を出しながらまたすり寄った。おじさんさえよければいつかのように口と口でしてあげてもいいわ。バカなことを言うな。こら、大人をからかうやつがあるか。だって本当はしたいんでしょ。だからこの間みたいにしたんじゃないの。今だってしたいの、我慢しているだけよ。
あちしちゃんと分かってるわ。君は誤解してる。君には大人の気持ちが分からないんだ。僕はね。と言いかけて彼は眩しそうな目つきになった。あの時僕は戦地になってたんだ。君が化粧室で一人で顔を直しているのを見て、急になんとも言えず悲しい気持ちになったんだよ。あ、どうして？つまり君のような若さでもう生活の波に巻き込まれている。つまり。彼は言葉を探しながら続けた。君のような若さでもう子供ではなく大人になりかかっている。これから苦労が始まるんだ。いろいろと辛いことや苦しいこと、悲しいことを経験しなければならないんだと思うと、なんともかわいそうで、やりきれなくなったんだよ。それで私にキスしたの？少女は声を上げて笑った。私がかわいそうだからって？彼は叱責の目で少女を見た。それは神聖を冒涜されたというふうな威厳を示すつもりらしいが、反対に隠していた自分の弱点を暴かれたための屈辱感の現れのようであった。おじさんこそ誤解してるわ。私はかわいそうでなんかありゃしなくってよ、と少女は言った。これまではかわいそうだったわ。うちがひどい貧乏で、兄弟が6人もいて、薄汚い狭いうちにごちゃごちゃと、みんなボロを着てお腹をすかして、まるで野良犬の親子みたいな暮らしをしていたわ。ああ、やだ。考えてもゾッとする。ああ、やだ。少女は外国映画で見覚えたのだろう。両手を左右へひらっと振り、肩をすくめながら顔をしかめた。今は違うわ。私は野良犬の巣から出られたのよ。ようやく人間らしい暮らしができるようになったし、これからの一生も楽しさがいっぱい。お腹を減らした野良犬が何でも食べるように、楽しいことなら何でも片っ端からあちし食べてやるわ。どんなことだってもよ。できればね。彼は物憂げに言う。それができるならこの世で苦労することはないんだがね。時代が変わったのよ。少女は聞き覚えの言葉をスラスラと言う。おじさんなんか天皇制の封建時代に縛られて育ったんでしょ。あちしたちはそんなもの知りゃしないわ。親にだって無理なことは言わせないし、自分でこうしたいと思えば人が何と言おうと世間がどんなに騒ごうと構やしない。やりたいことをやりたいようにやるのよ。君は不良少女のようなことを言う。羨ましいでしょ？ああ、少女は胸を張って叫ぶように言った。人生は短いのよ。不良だとかズベコウだとか言われるのを恐れて、やりたいこともやらずに縮こまっているような生活は終わったのよ。いけない。少女は急に調子を変えていった。あちしこんなおしゃべりしてる暇なんかなかったんだわ。ねえ、お小遣い貸して。ダメだよ。こないだ貸したばかりじゃないか。一体どうしてそんなにお小遣いがいるんだ。で、と少女は言った。わかってるじゃないの。そんなの意地悪よ。ごめんだね。彼はペンを取る。僕だって、懐は楽じゃないんだ。時代が君たちの方に変わったんなら、僕は僕の時代に座ってるよ。僕にうるさくしないでくれ。それ、本気で言うの？少女は遠くから見るような目で彼を見た。いいわ。おじさんがそういうつもりなら、あちし、いつかの化粧室のこと、PR しちゃおうから。PR ってなんだ？天下無だな、本当に。天下無とはまた何のことだ。頭へ来ちゃうってことよ、と少女は得意そうに言った。
頭へ来ちゃうなんてもう古いでしょ。だからさ、頭はおてんてんだし、来るはカムだから、てんかむじゃないの。そのくらいのこと覚えときなさいよ。PR とは？トワレの壁へ書いちゃうの。ルージュでさ、誰と誰とがどこで何してたかってこと、パーッとすぐに広まっちゃうのよ。面白いくらい。バカな。彼は少しばかり不安になる。そんなこと誰が信用するもんか。落書きなんて昔からデタラメのものと決まってるんだ。あら、大人のくせに、と少女は彼を指さして笑った。デタラメだから人は信じちゃうんじゃない？本当のことなんかに興味を持つ人なんかあると思って。週刊誌が多すぎると彼は短足する。わさわさ週刊誌を出してつまらない知恵をつけるから、みんなが一致反対の理屈をこねる。実際に経験しもしないことを頭だけで知ったかぶりをするんだ。週刊誌はみんな潰しちまわなければダメだ。頭だけ出すって？少女は言った。おじさんはあちしが何も知らないっていうの？本当に。少女は猫のような滑らかな動作で彼に飛びつき、両手で彼の首と頭を抱えると、唇と唇をぴったり合わせた。彼の鼻からムーという声が漏れ、その手はいたずらに少女の体を押しのけようとした。けれども彼の首と頭を抱えた少女の腕には意外なほどの力があり、どうもがいても逃れる術はなかった。どう、おじさん。少女は唇を離していい。すぐにまた唇を合わせた。どんな気持ち？彼は本気になって唇をもぎ離した。なんて娘だ。彼は少女を押し合った。いいよ、それぐらいなら貸してあげるから、もうふざけるのはよしてくれ。悪い気持ちでもないくせに、ふっ。少女はコンパクトを出して、唇のルージュを直しながら、彼に流し目をくれた。知らないのはおじさんじゃない？おじさんは今のようなキス初めてでしょ？すぐ分かっちゃったわ。ませたことを言うもんじゃない。彼は上着の内ポケットから札入れを出し、中から紙幣を一枚抜き出していった。口で言うことが癖になると体までいつかそうなってしまうぞ。さあ、これを持っといで。少女は規制を上げ、コンパクトを持ったなり片手で紙幣をさっと取った。もういい、たくさんだ。少女がまた抱きつこうとするのを彼は手を振って拒んだ。早く行かないと彼に怒られるぞ。おじさんってやっぱり頼もしいな。少女は紙幣と一緒にコンパクトをしまった。これで今夜のデートも格好つくわ。ちょっと聞くけれどね、いつもそんなにデートばかりして飽きないのかい？彼は下せないというふうに言った。僕なんかは一週間に一度がせいぜいだったけれど、それでさえ二時間も一緒にいるともう話すこともなくなって、困ったもんだがね。話すばっかりでしょ？ふっ、あちしなんて時間が足りなくて困るくらいよ。ジャズ喫茶か？ペッティングと少女は顎を突き出す。あちしなんか体がしびれちゃって頭が空っぽになっちゃって、時間の経つのなんか点で分かりゃしないわ。この不老少女。彼は睨みつけたが、好奇心のために身を乗り出した。君はただ人の口真似をしているだけさ。頭も体もしびれちまうなんて、そいつも週刊小説の受け売りなんだろう。あちしもオールモスト18よ、失礼なおじさま。
少女はおじさまを気取った鼻声で言った。あなたこそご存じないんでしょ？あちしおじさんが知らないって方に書けるわ。天皇制で育ったからね。教えてあげようか。少女はずるそうに彼の顔色を伺う。そーら、隠してもダメ。教えてもらいたいって、ちゃんと顔に出ているわ。彼は帳簿に向き直って、伝票を食った。へえ、ほんとだ、と少女が言った。みんながおじさんのこと、いじらしい堪忍袋って言うけれど、そうしているところを見ると、ぴったりだわ。よさないか、本当に怒るぞ。少女はくすっと笑い、素早くそばへ寄ると、彼の耳へ口を近づけた。ペッティングというのはね、と囁いた後は、何を言っているのか全く聞こえなかった。彼ははじめ、だらしのない微笑を浮かべていたが、少女の囁きが進むにつれて、その微笑が縮まり、表情が次第にこわばっていった。これがフィン。やがて少女は彼から飛びのいた。わかったでしょ？呆れたもんだ。と彼は言った。みんなそんなことをするのかい？個人差はあるでしょ。少女は肩をすくめて笑い、大人ぶった調子で言った。人のことは知らないけど、あちしはそうなの。あちしはね、少しね。露出症なんですって。よ、ちゃお。少女は身を翻し、片手を振りながら走り出て、外からドアを乱暴に閉めた。彼はまっすぐに前方の壁を見つめ、30秒ほど身動きもしなかった。今聞いた少女のささやきが彼には強烈すぎたらしい。頭の中で多彩なイメージが展開し、それが彼の思考力を麻痺させているように見える。しかし間もなく一番初めに鳴った電話がベルを鳴らして、彼を呼び覚ました。はあ。と彼はその受話器を取った。こちらは日本屋百貨店の輸入品整理部でございます。私は整理部副部長代理の。はあ。いえ、冗談など申しません。こちらは日本屋百貨店の輸入。はあ。いいえ、違います。ここはバー、ボンポンクラブではございませんし、マリッペなどという女給さんもおりません。もう一度申し上げますが、こちらは日本屋。きっちまやった。彼は受話器を戻した。人を馬鹿にしたやつだ。なんだと思ってるんだ。彼は伝票を送り、記帳にかかる。ボンポンクラブかい、おっさん。マリッペを出してくれよ、だって嫌がる。ごまかすなよ、おっさん。こっちは冗談じゃねえんだから、だって。そして間違ってすまなかったも言わずに、ガチャリと切っちまがる。おっさんとはなんだと彼が言いかけたとき、エアキャリアのブザーが鳴り、彼が手を出す前に、蓋をポンと跳ねて、円筒がデスクの上に飛び出した。彼は口を開けて、信じられないとでも言うように、今飛び出した円筒をじっと見守っていた。なんだ今自分。彼は呆然とつぶやいた。この上何をさせようと言うんだ。電話のベルが鳴り、彼は受話器を取りながら自分の腕時計を見た。4時2分前。まだこんな時間か。はあ、いえ、何でもありません。彼は明るく微笑してみせる。はあ、はあ、今届きました。はあ、いえ、まだ時間がございますから。はい、はあ。月曜日にでございますね。
承知いたしました。はい、はい。承知いたしました。いいえ、まだ仕事が残っておりますから。はい、ごめんくださいまし。彼はお辞儀をして、受話器を置き、ベルボタンの一つを押して、ボイスパイプの蓋を開けながら、ハンカチを出して、額を拭いた。球児君、お茶と彼は、パイプの中へ怒鳴った。君、球児君。彼はパイプの蓋を閉め、もう一度、額を拭いて、ハンカチをしまい、機長にかかろうとして、そこにある円筒を見つめた。神よ、忍耐力を与えたまえ。彼は円筒の中から書類の束を振り出し、円筒をパイプに入れて蓋をし、戻しのボタンを押した。土曜日の午後4時、もうみんな帰っちまった。残っているのは宿直と夜警と。彼は口をつぐんだ。無意識に口から出た言葉がそっくり繰り返しだということに気づいたらしい。彼はペンを持った手で自分の口尻をつねった。今度は晩さレあれか。彼は伝票を見て帳簿のページをめくる。晩さレあれと黒点のケープ7、次にミンクのケープ5と、それから銀狐のケープ1ダズン31ダズンと3。彼はしばらく無言のまま続ける。その間に頭を頭で勝手に動き出し、さまざまな空想が現れたり消えたりするのだろう。記帳を続けながら顔をぎゅっとしかめたり、にたにた微笑したり、急に頭を振ったり、口の中で何かつぶやいたりした。ペッティングだっていやはやと彼は低い声で言う。俺なんか全然知らなかったな。32で結婚するまで女の手さえ握ったことがなかった。周りには女店員が腐るほどいたっけ。化粧品売り場だったかな。堀田清香という女の子がいて、俺は生まれて初めて恋をしたもんだ。堀田清香。もう34、5年も昔のことだが、今でもこの名だけは忘れない。顔の小さなキリッと引き締まった体つきで、その後もあんな綺麗な女の子は見たことがなかった。あの頃は規則が厳しくて、店員同士の恋愛沙汰は厳重に禁じられていた。噂を立てられただけでも、クビになりかねなかったもんだ。彼のペンは動かなくなった。俺は22か3だったな。あの人恋しさに仕事も手につかず、一日のうち行くたびも、あの人の立っている売り場の前を行ったり来たりした。あの人が俺の方を見たりすると全身がカーッとして、目がくらむような気がしたっけ。それでも何をする勇気もなかった。他のものは適当にやっていたんだ。規則が厳しければ厳しいほど、それを破りたくなるのが人情なんだろうが、そのためにクビになったものもあるが、うまく立ち回って結婚したやつも少なくない。やろうと思えばできたんだ。それを俺はやらなかった。死ぬほど恋していながら話しかけることさえできず、胸のつぶれるような思いで遠くから眺めているだけだった。そうだ、俺はその頃から欠かさず残業をした。残業手当はうちの家計になくてはならないものだったからな。
そうやって残業しながら、あの人のことを思ってはよく、涙をこぼしたものだ。もし俺にも青春というものがあったとすれば、残業をしながら泣いた。あの時期だけが、それだろうな。電話のベルが鳴って、彼は空想の中から引きずり出した。彼は急いで機長にかかろうとし、それから気がついて受話器を取った。はあ。彼は喉で声を殺して言う。こちらは輸入品整理部でございます。あ。と言って彼はデスクの一点を見て慌てる。はい。はあ。やっております。はあ。いえ、そんなことはございません。帳簿がしまい込んであったものですから、探すのにちょっと暇を取られましたが、もう消防にかかりましたから。はあ、はあ、はい。月曜日でよろしいとおっしゃるのですか。はい、いえ、私は別に、はい、はい、はあ。それはどうも、はい、承知いたしました。はい、では、ごめんください。彼は受話器を置いて、深く大きなため息をつき、ふんと鼻を鳴らした。さっきまでやっていた照合をすっかり忘れ、うっかり機長にかかっていたことが忌々しかったが、今になって月曜日でいいと言われたことが、忌々しさを十倍にもしたようであった。まあ、そうムキになるな。と彼は機長に戻りながら言った。こういう具合に辛抱したからこそ、今日まで無事にやってこられたんじゃないか。32で結婚するまで、女の手も握らなかった。無欠勤で、いつも残業して、仮にも人に憎まれないように、できるだけ腰を低く、目立たないように努めてきた。そしてもう55歳。この11月には定年というところまでこぎつけたんだ。彼の背後にあるデスク、つまり彼自身のデスクで電話のベルが鳴り出した。彼はペンを区切りのところまで動かしてから、ペンを持ったまま立って行き、その電話の受話器を取った。はあ、こちらは日本屋百貨店の輸出とまで言って、彼の声が急に変わった。次郎じゃないか。今時分なんだ。え？うん。まだ仕事が残ってるからいるよ。どこからかけてるんだ？え？何？今どこにいるんだと聞いているんだよ。はい。はい。銀座だって？銀座のどこなんだ？君一人か？うん、いますよ。まだ1時間くらいはここにいるが。何？うん。うん。ダメですね。ノーサンキューだ。僕がお金なんか持ってるわけがないじゃないか。毎日母さんから僕がいくらもらっているか、次郎だって知っているだろう。ダメですよ。ダメ。それより早く家へ帰んなさい。そんなところで。おい、次郎。もしもし？おい。彼はしばらく受話器を耳に当てたままで、やがて舌打ちをしてそれを置き、こっちのデスクへ戻った。困ったやつだ。人を何だと思ってるんだ。彼はペンを取りながら言った。友達におごられたからお返しをしなければ悪い？ふん、親のすねをかじってる分際で、おごられたお返しもクソもあるか。あいつだんだん不良じみてくるぞ。彼は記帳を続け、伝票をめくる。ロンバールか、ロンバール。そして帳簿のページをめくってそこを開いたが、そのまま何か考え込んだ。表情が硬くなり、眉がしかみ、目が一点を見つめたまま動かなくなった。いやー。
とやがて彼はゆっくり首を左右に振った。そっとしといてやろう。誰にでもそういう時期がある。つまずいたり転んだり、あっちへぶっつかりこっちへぶっつかりして、それでだんだん成長していくんだ。子を育てるにも辛抱が。電話のベルが彼の独り言を遮り、彼は受話器を取った。はあ、声を殺して言いかけたが、突然彼は飛び上がりそうになり、わめき出そうとするように見えたが、そこでまた突然、ニコッと笑って電話機にお辞儀をし、グロテスクな作り声を出していった。はい、こちらは、バー、ボンポンクラブでザーマス。マリッペは、あたくしザーマスのよ。どうだ、と彼は赤くなってわめいた。どうだ、この、何、なんだと、老いぼれの腰抜けだと。彼は立ち上がり、片手でデスクを殴りつけながら、俺が老いぼれの腰抜けなら、貴様なんぞはその、彼は最も痛烈な悪魔を思い出そうとして焦る。おい、貴様、その、貴様なんぞはな、その、あれだ、その、えくそ、また、切っちまいがった。彼は受話器を叩きつけるように戻し、椅子を押し合って荒い呼吸をしながら、事務室の中を歩き回る。一度赤くなった顔色が次第に冷め、灰色の古いなめしの皮のようにひすばってきた。もうたくさんだ。考えなくちゃならない。この辺で俺も考えてみなくちゃならないぞ。と彼は歩き回りながら言う。俺はこの店に39年勤めてきた。妻をもらい、5人の子を育てた。長男は来年で大学を出るし、下の4人もまあまあ人並みだろう。女房は太り返って、すっかり尊大に構えている。それはそれでいい。それはそれで別に文句はない。なあ、文句はないだろう？ない。と彼は自分にうなずく。ところでこの俺はどうだ？俺はこれまでに何か得たか？何か得たものがあるか？死ぬほど恋した娘にも手を出さず、人の嫌がる超過勤務を喜んで引き受け、腰を低く出しゃばらないように絶えずビクビクし、さて、この11月には定年なんだ。長い間の地下室生活で、右の膝の痛風が持病になった。これだけは確かに自分の得たものだ。他に何がある？何か他に。うん、ある。もう一つだけある。いじらしい、堪忍袋というあだ名だ。確かにこの二つだけは、俺の得たものだ。彼はせかせかと、右の方へ行き、くるっと振り向いて、せかせかと左の方へ行き、急に立ち止まると、陰銀に一憂した。皆さん、私を見てください。彼はそこに誰かがいるように自分を指さして見せながら言った。この私をどうぞよく見てください。この痩せた白髪頭の膝に痛風をやむ小男の姿を。それから自分を指さしていた手で拳を握り、天突き体操のように二度それを上へ突き上げた。だが、今こそこの惨めな姿になったが、私にも若い時があったし、人並みに夢も抱き、野心に燃えたこともあった。ごく短い期間でしたけれどもね。とにかく自分の将来に輝かしい夢を抱いたり、野心に燃えて胸をとどろかしたこともあったんです。信じてください。
私だって一応人間なんですから。彼はせかせかと歩き回る。それは泥棒が他人の家へ入って何も盗むものがないので脱出しようとしたが、今度は出口がわからなくなったというように見えた。だが俺はすぐに悟ったと彼は歩きながら言った。そんな夢や野心が自分には実現しないだろうということを。俺は貧乏人の子に生まれ、16の年から稼がなければならなかった。高等小学校を出るとすぐ小さな洋品店の小僧になり、間もなくこの日本屋百貨店に移った。すると主任の一人が、人間学問がなければ出世はできない。俺がいい手本だと言って、夜学の学士を出してくれ。俺は簿記と英語の夜学へ通った。その主任は言ったものだ。人間辛抱が肝心だ。石の上にも3年というが、縁の下で30年と思え。人の目につかないところで辛抱することが、ついにはかえって人の目につくものだって。その結果が、今日のこの俺様だ。英語と簿記。はっはっは。空笑いをして、その声にびっくりして彼は立ち止まり、あたりをせわしく眺め回した。笑ったな。誰だ。彼は両手を拳にする。さぞおかしいだろう。いくらでも笑え。さあ笑え。腹の顔のぶっ裂けるほど笑え。俺は怒りはしない。縁の下に30年。ああ、はい、はい。こちらは日本屋百貨店でございます。はい、はあ、いらっしゃいませ。彼は片方へ向いてお辞儀をし、次に反対側へ向いてお辞儀をし、愛想笑いとともに、はあ、と言って、もみ出をする。この、はあ、と、喉で声を殺して調子を出すのは、俺が売り場主任に提案してものは、はい、とはっきり、発音するより、喉で声を枯らす方がいい。いかにも恐縮しているように聞こえるからな。はあ、と彼は、声を喉で殺してみせる。この声を出すようになった途端に、俺は人間性を放棄したんだ。怒鳴られようが、笑われようが、反抗はもちろん、怒ることさえできなくなった。どんなに笑われたって怒りはしないぞ。そのおかげで俺は、輸入品整理部の副部長代理になったんだ。副部長代理？彼は考えてみて、急に顔を上げる。部長代理ならわかる。副部長というのは、すでに部長代理ということだろう。とすれば、副部長代理というのはなんだ？代理の、また代理か。人を馬鹿にするな。彼の目から涙がこぼれる。自分では気がつかないと見え、それをこぼれ出るままにして、またせかせかと歩き回る。もう十分だ。俺にだって生きる権利はある。俺にだって自分の人生があり、自分の人生を生きる権利があるはずだ。彼は意識せずにズボンのポケットからハンカチを出し、目を拭きながら言う。ここにいるこの俺は、本当の俺自身じゃない。これは現実じゃない。悪夢だ。俺はここから脱出する。俺は自分の人生を取り戻すぞ。デート、ペッティング、もう超過勤務はお断りだ。彼はデスクへ歩み寄り、
その上にある帳簿や伝票や書類などを両手でさっと払いのけた。それらはにぎやかな音を立てて床へ落ち、彼は鉛筆やペン軸を、えい、えい、と叫びながら折って捨てる。万年筆も手に取ったが、それは高価だと気づいたのか、折るのをやめてデスクの上へ戻し、今度は床の上に積み重ねてあるカタログや外国雑誌やパンフレットの類を手当たり次第に取って引き裂き、引きちぎって、あたりに投げ散らす。えい、どうだ？えい、これでわかったか？もう止めてもダメ。なだめてもダメだ。俺は出発だ。その時、モーターのうなりが起こって、左右のカゴ瓶が動き出し、両方から金網のカゴが進んでくると、デスクの上で止まり、浚渫船の浚渫機のように二つとも口を開けて書類を吐き出し、エアキャリアのブザーが鳴って、パイプの蓋を跳ね上げながら、スポンと円筒が飛び出し、同時に二つの電話のベルが、やかましく鳴り始めた。出発だと、右手の拳を上げて宣言した彼は、その手を上げたままで、カゴ瓶の動きと、エアキャリアの動きと、電話のベルのけたたましい鏡面音と、放心したような顔つきで眺めていた。およそ10秒。だがその間に彼の内部では長い時間の経過があったようだ。彼の振り上げていた右手が操り糸を切られた人形の腕のように力なくだらっと下がり、彼は右足を少し引きずりながらデスクへ歩み寄って椅子にかけ、持っているハンカチでゆっくり顔を拭いた。彼は受話器の一つへ手を伸ばしながら、その手首に巻いてある腕時計を見、なんだ、まだ4時2分前か、とつぶやいた。まだこんな時間とは知らなかった。彼は一つの受話器を取り、喉で声を殺して微笑しながら答えた。はあ、もしもし、こちらは日本屋百貨店の輸入品整理部でございます。私は整理部副部長代理の木内でございますが。